最大の攻撃というか復讐は何だみたいな考えた時に、あ、もうこれ一つしかないみたいな、俺が大成功することだ、5年後ちょっと100億目指したいっていうのを言ってるので、とにかく勝つまでやりゃ勝ちでしょっていう。キャリアに悩めるそこのあなた、公式 LINE 登録で市場価値診断が無料で受けれます。 YouTube 非公開の転職対策動画も手に入れます。詳しくは概要欄をチェック。はい、どうも皆さん、こんにちは、特殊のゆうすけです。コウケです。さくらです。いい声。さくらごちです。あ、まだ紛れられてないですか。バレてますか。存在感ありすぎて。いやいや、手前に座らせてもらってるだけなんです。なんでこっちいるんですか。いや、もういいじゃないですか。正社員ありがとうございます。いや、こちらこそよろしくお願いします。正社員として今あのついこちら側で去るなってしまったので、はい、一緒に今日はね、もうゲストの方、はい、帰り道ありますんで。帰り道ありませんね。はい、もう戻れないです。はい、というわけで今日のゲスト、はい、まあ今日もしくじりキャリアなんですけど、髪を染めてますね。髪を染めてます。あ、そう。サイバーです。サイバーです。どんな印象ですか。嫌いっす。嫌いっすね。もう言い切りましたね、今。京都大学日本生命ですよ。無理です無理です。もうチャラい人は苦手です。苦手ですと。苦手です。嫉妬しちゃうと。では出てきていただきましょう。行きましょう。本日のゲスト、中島さんです。よろしくお願いします。株式会社内見ボーイズの代表の中島と申します。僕は個人的には好きです。おいおい、全部負けてんぞ。僕なんか器が小さかった。すいません。よろしくお願いします。ではまあ元サイバーということで、はい、サイバーの前はしかも営業で不動産やってたんですよ。そうですね、住友不動産販売っていう会社に行って、そっからサイバーに、そっからサイバーに行って、そっからまあもう一個転職して、そっから独立します。はい、営業としてスキルアップレベルアップした後の企業という感じですね。そうですね、はい。サイバーのね、キラキラエピソードとか、やばい話を聞ければ確かに、もうやばい雰囲気がしますからね。なるべく抑えて。全然違う。いいよ。俺もパーマ染めてた時あるから。しかもその内見ボーイズ、シャンプーになってるかと思うんですけど、SNS をやられていて、あ、そうです。あのフォロワー数がすごいですよね。そうですね、まあ40万ちょっとぐらい。はい、負けてるな、そっちに。いやいやいや、全然、ね、相良さんして早いな。俺らも早いな。足せば全部出しちゃった。相良さんはストップしちゃった。中島さんいけます。いやスペシャルゲスト、あれですもんね、塚越さんのお友達って言って。あ、そうです。もう特集準レギュラーなんで。そんなになんだ。いや最近あの知り合って、あのちょっと近いよねみたいな感じで。近いと思います。はい、なんなら同じマンションでした。あ、そうなの。本当に近い。本当に近かったっす。ではライフチャートお願いします。行こうや。行きます。はい。はい。おお、なんか綺麗な効果描かれてますね。そうですね。結構ジグザグ来てますね。結構なんか高いところが一個消えてますね。あれサイバーか。不動産の。あ、本当だ。まあ、ユースケさんがめちゃめちゃ言ったんで。あ、消しちゃった。めちゃくちゃ嫌じゃないですか。大事なとこ消えちゃった。あそこサイバーですね、一番目。はいはい。でも結構、上を直接ありそうな雰囲気はありますね。そうですね。ありますね、結構。最初と最後でガンってなったのがなんか面白いなって。最初はチラシが気になる。チラシとは、マイナス50です。そうなんです。スタートから大マイナスです。マイナス50スタートですね。確かに。特集出ていただくと結構高学歴新卒でちょっと上がりきってる人が多いんで、ここはちょっと違うかもしれない。ああ、もうそれはもう数日でおられてすぐマイナスです、ね。あと僕ね、高学歴じゃないんで、あのそもそも半デスタートです。ああ、そうなんだ。ちなみにどちら出身大学？あの東大です。東大。東大です。東丸。ようです。大学のことですね。ニットコマセ。ニットコマセ、もう全。東大です。もう東大からのチラシと。東大からのチラシスタートです。まあらしいっちゃらしいかもしれないですけど。視聴者の方が喜び、コメントがめっちゃ来てる。じゃあちょっといろいろ経歴聞いていきたいんでね。はい、あの1枚目のフリップ、ぜひお願いします。はい。土砂降りの中で号泣した地獄のチラシ巻き生活。チラシが出てきましたね、ここね。そうですね。不動産が一個も出てこないっていうね。一個も出てないんですよ。え、でもお家とかに家売りませんかみたいなチラシ入ってたことってなんかないですか、マンションとかで。めっちゃあります。めっちゃありますよね、多分。そこご了解です。まあそうなんですよ。そういうまあ役割になってるというか、まあ特にね、このご時世でそんなね、まだあるんだっていうところなんですけど、僕が入社したのが2012年の4月なので、
まあ、もう今と結構文化差はあるというか、SNS とかもそんな中でミクシーぐらいでなかったしっていう状態だったんですけど、入社して、まあ、不動産なので店舗がいろいろあるので、まあ、そこで僕は六本木の営業センターに配属されました。一等地ですか。そうですそうです。よっしゃ一等地か、なんか六本木の営業マンってかっこいいなみたいな、もうなんかそれだけでテンションが1日目は高かったわけですよ。1日目は、はい、まあ、俺営業それ六本木やるからみたいな感じのテンションだったんですよ。でいざ配属されてみて、なんかどんな豪邸に行けるのかなみたいな、うわーなんだろうみたいな、お金持ちやっぱいっぱいいるのかなみたいな、もう全然知らないわけですけど、僕も田舎の出なんでと思ったら、よしチラシ巻き行ってこい。チラシ巻き、チラシ巻き、はい、バイトみたいですね。でまあどうやら聞くと、まずチラシを巻いて反響を得ようっていうスタイルがその時は定着していて、ダイレクトメールみたいなのとチラシってちょっと違うというか、まあ、ダイレクトメールがやっぱ高いので、やっぱチラシの方でやっぱりどんどん認知をさせようみたいな、あなるほど、なんかどれかの物件のやつなのかなと思ったら、それすらも間違って、何かなと思ったら、チラシ巻きを募集するチラシ巻きなんですよ。マジか。チラシ巻き募集なんですよ。だから不動産の文字がないんです。そうなんです。1個も出てこないんですよ。じゃあ僕が見てるのはチラシではないんだ。あ、そう。そのチラシじゃないです。そっちの方がちょっと不動産でインカーマンとして。そうです。そっちはまだ可能性あるんですけど。なんで、どういう構図かっていうと、チラシ巻きの方を、それぞれの営業が何人かこう抱えて、アルバイトとして雇ってて、そこからその、この物件売ってくださいみたいな募集のチラシをそのアルバイトたちが巻いて、それで反響を得るみたいな。なんて体育会系なんだと。そうですね。自分でチラシ巻き軍隊を作んなきゃいけない。ああ、おっしゃる通り、おっしゃる通り。そうだから1年目なんて、なんなら誰が一番契約したというかは、一番誰が強い軍隊を作ったかみたいな、そこなんですよ。面白い。今思えばすごい絵面なんですけど、そうですね。まあ、それでじゃあやんなきゃってことはやろうと。まあ、まずやるわけですよ。まずチラシ巻きのための募集のなんかチラシをまず作らなきゃいけなくて、そんな知る由もないじゃないですか。不動産と思って入ってますね。そうそうそう。チラシ巻きになってます、ね、いや、そうなんですよ。もう広告かなみたいな。なんで一応まあ先輩の真似させてもらって、その募集の名前だけ変えて、まず動いたわけですよ。ただ、皆さん思い出してください。僕が配属されたのって六本木なんですよ。確かに。六本木で、まあ、まずその辺に、まずマックっていうのが、まあ、当たり前というか効率的じゃないですか。考えてください、六本木にチラシを巻く人がいるのかという。そうですね、今思うといるわけねえだろって話なんですよ。さすがにでも頭はちょっとだけは使えたので、え、無理じゃねみたいになって、まあでもとはいえまず近くから巻かないとか、なるべくボロいマンションにこう入れていくんですけど、なんか低層のマンションとかだから一個一個なんか距離があるし、全然個数ないんですよ。他のところで団地とか多い100枚だったらもうなんなら一箇所で行けるんですけど、僕だけなんか1時間歩き回ってようやく100枚みたいな。なんでコスパがまず悪いから、まあまずそこだと取れないんで、まあ、いろんな地域にちょうど行ってみるわけですよ。でもわざわざ例えば六本木センターの募集チラシと、例えばじゃあ自分の家が東洋町だったとして、じゃあ東洋町の営業センター取ってあったら、確実に東洋町の方選ぶじゃないですか。です、ね、ぶっちゃけ行く意味ないですからね。だから六本木を選ぶ、そう、意味がないので、まあ集まらなくて苦戦して、もうなんで全然集まらないから、もう4000枚とかも朝一でもうこんなんでしょって、もう一回もう重すぎて、あのリュックの下穴開きましたもん。もうこう背負った瞬間バコーンって言って、サーンって折れた。まあでもそういう中で、僕はもう歩きながらじゃないですか。車ですじゃないので、歩きながらひたすらにチラシを巻いて、でもなんかチラシを巻く速度だけ速くなっていくわけですよ。スキルアップして。だから最初はこうなんか丁寧にこうやって入れてたんですけど、はい、途中からの指サックみたいなのがあって、あ、これがいいんだよみたいなの教わって、もう最終的なスピードで言うと、スパ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 終わんなくて、しかもなんか住宅街でマンションあって入ってやってたら、なんかバカみたいに怒られて、もう何やってんの、ふざけんなみたいな感じになって、俺何やってんだろうみたいな。大学卒業して、ちなみに新卒でそこに入った理由はチラシを巻きたかった、はい、いや違う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 、そんな書いてない。募集要項ない。募集要項にチラシ巻きたかった。ないないない。
なかったんですけど、まあ、どういう背景で、背景で言うと、まあ、やっぱり稼いでみたいなっていうのが漠然とありはしたんですよ。でただ僕らは東洋大生は、まあ、学歴がないわけですと。なので一流商社とかにやっぱ入れない、なんなら証券とかも結構厳しいっちゃ厳しい、うん、ってなった時に、まあ、不動産ぐらいなわけですよ。割と学歴関係なく入れて、かつこう稼げる可能性がある、まあ、不動産と保険ぐらいですかね。そう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 、まあ、だったらそっちでやりたいなっていうので、まあ、不動産と保険とかを受けてて、まあ、それで結局受かったのが不動産だったみたいな。でまあその時正直あんまり真面目にやりきれてなかったというか、まあ、ちょっと雀荘にばっか行ってたというか飲んでばっか行ったような気も返品出てきたよ、返品なのでこっち名前住友ってついてるしすげえだろみたいな、本当に今考えると恐ろしい理由で決めてるんですよ。まあなんで僕が悪いんですけど結局は、まあ、ただそれで入っていざやってみたところ、もう稼ぐ云々というか、もういきなりチラシにもう向き合わされて、かつやっぱ自分の時間取れちゃうから、もうなんなら今までで一番自分の時間というか向き合う時間は取れる、自分とチラシに向き合う、そう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 だったんで、まあそういうので考えている時にそういうやっぱ怒られて、かつなん夕立というか、なんか急に雨降ってきて傘もなくて、もう住宅街でコンビニもなくて、俺は何をやってるんだみたいな1年目の話ですか？1年目の最初の1ヶ月ぐらいの話ですね。てかもうなんなら途中からもうなんか体操着じゃないですけど動きやすいジャージみたいな、もう何やってんだよみたいな感じで、号泣しました。で母ちゃんに電話したの覚えてます。結構メンタル来てます。いや来てます、もうなんか公務員になるみたいな、なんかいやそれもよくわかんないんですけど、でも言ったのは覚えてるんですよ、ね、あのだぐらいもう脳みそがもうやられてましたね。結局そこのチラシ巻き生活はどんぐらい続いたんですか？いやでも最初の 2,3 ヶ月ほぼ、あ最初の、まあ、もちろん先輩に同行とかもゼロではないです、はい、だから、まあ、そこにギリギリこう首の皮一枚つながって続いていた部分はあったのと、まあ、あとは唯一それ六本木で良かったことなんですけど、やっぱまあお金持ちのエリアなわけですよ、周辺が担当なので、はい、なんで先輩と一緒に訪問させていただいた人とかが、まあ、見たこともないわお金持ちとか、まあ、要はマンションもめっちゃ豪華でみたいな、見たことなかったんで、これは何としてでもちょっと稼ぎてえというのが、なんとか希望の光というか、それで保ってたっていう。じゃあそこからようやくその1年目で不動産の営業マンとしてのキャリアが始まっていくんですかね、はい、まあ、ちょっとずつ、ちょっとずつ、ね、だいぶ。だから逆に地方とかの人の方がその時点ではスタートは早いんですよ。なぜならチラシ巻きの人材をちょっと取りやすいんですよ、やっぱり。なるほど。なので1年目は特に苦労して、まあもうマイナスで、しかもそのタイミングで彼女と別れるはもう最悪ですよ、もう地獄。確かに人生の一番そこの話、一番そこです、これは。そこから始まった入社2ヶ月目でそこに行く、いやもう一気に来ましたので、まあ、でまあ徐々に慣れというか学んでいって、ようやくというか、でも結局営業始めても辛かったんですよ。なんでかっていうと、今思えば当たり前なんですけど、港区にじゃあ住んでる、六本木ら辺に住んでる人でお金を持っているじゃないですか、基本的に。っていう中で、要は社会人としてのレベルは確実に上、はいはいはい、それが1年目がそんな解き伏せられるわけがありそうですか？ないんですよ。なんで全然やっぱり契約も取れなくて、それこそ新人賞取るとか最初生きてたのに、はいはいはい、何位だろう、もう分かんないぐらい、もう全然下の方で、まあ、かろうじてゼロではないけどみたいな感じで、そんなもう下積みというか、もうなんか潜ってるぐらいの1年目でしたね。まだキラキラエピソードは出てない、何にもキラキラじゃないですよ。確かに、よかった、うん、よかった、安心しました。あ、まあそのためにちょっと用意したかもしれない友達になるために、はい、ここから機材言われるんだ。いい感じの伏線になってる。ありがとうございます、はい、いやー、なんか壮絶な話でしたけど、ちょっと次のフリップが気になりますので、ぜひお願いします、はい。まあ、次はですね、不動産言うて途中から売れるようになって、結構年収でいうと同い年でいうと上がってきて、まあ、調子に乗ったと、ちょっと調子に乗ってました。ただその中で一応僕も真面目なのでこれなんか人をなんか騙してるような感覚が結構あって、その中でそのままでいいのかっていう時にちょっとまあきっかけがあって転職をします、はい。年収ちなみにどれぐらいまで上がったんですか？まあ、ざっくり言って1000万ぐらいです。あ、そうですね、26、7歳ぐらいの時で1000万ぐらい。4年、5年ぐらいですか？3年目ぐらいからまあ徐々に上がって、4年目ぐらいには1000ぐらいになってました。
夢ありますね、セラピストさん。まあそうです。だから一瞬調子にそれで乗るんですけど、この会社のやり方はなんかどうしても心がなんか乗らないというか、楽しくないなっていうのがどうしてもあって、まあ、で僕はやっぱり、まあ、今思うとやっぱ楽しいことというかワクワクしたいみたいなところがあって、うん、そこで、まあ、合コンがあったんですよ。はい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 。そこの合コンでなんか、まあ、ある人に気に入られました、ね。はい、そしたら、え、でも君うちの会社来なよみたいな、なんか今リファラル採用やってるから普通よりは多分受けやすいよみたいな、おい来ますみたいなで受けて、なんやかんや受かってっていうところが、まあ、ここにつながってサイバーに行くんですけど、それが年収半分からのキラキラライフはい、もうざっくり半分になりました、その1000からほぼ。まあ、だってサイバーさんからしたら広告の会社に入るのに不動産の営業なんてまあぶっちゃけ関係ない、まあまあ、どうでもいいと。不動産営業はやっぱり個人の方に不動産を売るっていうでしょうか売却の手伝い、お手伝いと購入のお手伝いとっていうところ、 ある意味まあ近いのかなってその時は思ってたんですけど、まあ、今のと全然近くないですね。結構畑違いですね。あ、もう結構畑違いです。そもそも行く人あんま聞いたことないですサイバーさんからの人からするといろんな業界から来たりするので、まあなんかめっちゃ驚きではなかったっぽいんですけど、不動産業界の仲間からしたら、え、なんでその年収を捨ててまでサイバーに行くのみたいな、いや面白そうだから、マジでそれだけで言ってるんですよ。合コンだった人が相当良かったんですか。いや、その人はそんなタイプではなかったそれはまああんまり関係なかったけど、でも元々新卒の時に興味はあったんですよ。でもまあこの学歴じゃいけないな、でもう蓋をしてたんで、そこがちょっと再燃した感じもあって、それでまあ行きましたと。で、もう最初行った時は僕からするともう違う国に来たぐらいの、あ、もうあのカイジのあの地下帝国にいたけどえ、こんなに明るかったのみたいな、え、なんか何その制度みたいなあの、え、なんかあの週に1回のガラガラが来てあの買えるやつじゃないのよまあぐらいの変化で、ミーティングの仕方もそうだし、その社内の総会とかサイバーの総会とかってやっぱすごいんで、あ、こんな大勢の前で表彰された気持ちいいだろうなとか、もう全部がもうキラキラしてて、サイバーはキラキラしてたんですか。ちょっとなんかテンションしてないがっかりしてたんですか。ついキラキラ来たからね。そうですね、まあ社内制度ももちろん面白いし、表彰制度とかも面白いし、みんなキラキラしている、いる人がキラキラしているとかっていう意味で、やっぱり人間関係とかも楽しくキラキラしてたかなって感じですね。まあ、抽象度高いですえ見落ちない、やっぱりあんまり見落ちないそんな綺麗ですかもうちょい欲しい、そんな綺麗ですかほんでください。まあそれこそすいませんでした、まあ、合コンいろんな、なんかあの不動産の時にはなんかあんま出会いなかったんですよ、ぶっちゃけ。いや、分かんない、世に嫌われてるんですかね分かんないですけど合コンの案件が入ってこないというか、まあおのおのギリギリ頑張って持ってきてぐらいだったんで、なんか別に新しい出会いそんなに多くないというかで感じだったんですけど、もうサイバーに行ったらなんかあっちでも合コン、まあ、こっちでもまあ飲み会とかで、社内横断飲みとかもなんか横断飲みレーダーがアレルギーがレーダーが反応しました。それは飲み経費で遊んでいるのではいやいや、ちゃんと仕事の話をしてね意見交換して、意見交換をして仲を深めてよりよく働こうと。みんなノリノリというか、やっぱ陽キャが多い、陽キャが多いんで、あのみんなでクラブに行ってちょっと思いっきり遊んだりとか、なんかそういうのが出てきて、なんかもうそもそもなんかライフスタイルがめちゃくちゃ変わりました。まあ、なんでしんどい部分はあるけど、まあ、やっぱりめっちゃ楽しいみたいな感じがあったんで。サイバーの友達いますけど、同じようなこと言ってた。あ、多分共通の詩人なんですけど。ああ、まあ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 、まあ、そうですね。すっげえ嫌そうな顔してました。社内横断の。そっち。それはだって女性多いですもんね。まあそうですね、よく綺麗な女性多いみたいに言われる、まあまあそうかもしれないですね。大したことなかったみたいな。いやいやいや、まあ確かに今思うと確かに綺麗な人いたな。もちろん行きます、ね。はい。次の日行きます、ね。でも面白いですね。そのモチベーション上がるとかだけじゃなくて、飲みとかそういうのがやっぱ人間関係の話ですね。そうですね。なんかそこがやっぱ一番楽しかったし、まあ今でも仲いい人というか。まあ、お互い経営者になってるとかっていうのも結構多くて、まあ、それはすごい楽しいですね。まあ、なんかキラキラライフはね、あのゆうすけさんも反応するぐらいすごい限界がやばいやばいやばいちょっとマイナス持ってきますね、はい、なんか結構大変だった思いとかされてないんですか。あ、
ちゃんとマイナスもありました。あそれこそそのキラキラの裏に隠れて、もう正直毎日深夜まで、はい、もう1時2時まで働いてました。あ、そうなんですか。好感が持てますもん。特に僕がいた営業部というか担当が、まあ、ゲームのクライアントさんとかが多くて、特に年末とかってイベントがめちゃくちゃ増えるわけですよ。だからもうクリスマスイベントとか年末イベントとかで言ったらもうとんでもない量のクリエイティブとか企画とかしなきゃいけないんで、まあ、ぶっちゃけめちゃくちゃ忙しかったです。職種的にはどういうものになるんですか？アカウントプランナーっていう職種で、まあ、広告の営業です、基本的に。結構似てますね、沢原さんの会員だったら。そうですね。僕はもうまさしく、まあ、サイバーが、代理店さんとしていらっしゃって、はい、ことをやり取りしながらっていうのも多かったんで、なんとか働き方はすごく想像。僕、行ってましたよ。えそうなんだ、LINE に。ちょっと時期被ってないかもしれないですけど。まあでも。はい。すごい想像つきます。めちゃめちゃ働いてらっしゃるなっていう印象を持ってます、僕も。ああ、はい。やっぱ特徴的ですか、最後の雰囲気って。LINE から見てる。ああ、特徴的ですね。そうなんですね。はい。ズームって立体感出ないと思うんですよ。平面。はい、そうですね。サイバーさんとミーティングすると皆さん立体感あります。どういうこと？奥行き？人生出ちゃってんすよね。奥行きあります。背景で楽しいんだろうなって。仕事としては、まあ、営業なんでクライアントさんの商材を売るための広告を考えて、まあ、代理店とかで提案して、まあ、それを受注して、まあ、その部署内に例えば Facebook の担当とか LINE の担当とかっていうのがいろいろ広告ごとにまたあって、それで社内でチームを作って、まあ、そういうので運用していくみたいな感じです。僕も知れる人材からサイバーに行った方がいて、人材、はいはい、セールスで転職して、うんうんうん、で全然いけると思ったらめちゃくちゃ苦戦したって言ってたの。あ、苦戦して、うん、まあでも求められるレベルが高いって言うとやっぱ全然違う。はいはいはい。こう同じセールスといえど、うん、特にマーケの知識とはキャッチアップしなきゃいけないから、はいはい。でもなんで結構打ちひしがれてはいます。僕も特に最初の方とか。あ、そうなんですね。はい。それだけ隔たった転職ででもこうどうやって成長したりスキルアップしてたんですか？いやもう僕そんな器用な方じゃないんで、とにかく要は時間かけてやって時間かけてやってみたいな感じなんで、なんでキラキラの反面本当に全然キラキラしてない生活をしてました。なんでもう土日とかはもう泥のように寝てみたいな、まあ二日酔いだっただけもあるんですけどとか、まあちょっとやっぱ勉強しなきゃっていうので広告勉強したりはしてましたね。だから転職理由が先ほどその面白そうみたいなのに、はい、されて年収落としてるやつ、はい、どういうモチベーションでそんな深夜1時とか働けてます？でもこれはちょっと漠然としてて、なんかずっと栽培にいるっていうイメージもそんなになかったんですけど、なんか一個一個着実と力がついてるから、どっかで1000ぐらいだったらペイできるなとは思ってました。でもこれちょっと感覚的でした。将来に行きそうなことできてるなっていうのがあったんですか？ありましたね。そこだけはありました。5年目で年収半分落としたらなかなかない話ではありますか？そうです、暴挙です。リスク取った。そうですね。勇気いりましたね。いや、なんか自然と怖くなかったんですよ。いや、だからそこはちょっと変だったんですけど、いけました。今でもキラキラライフ入ったから、はい、入ったから OK ですね。まあ OK です。まあ、キラキラライフでマイナス50からちょっとこうだんだんグラフ上がってきたんですけども、はいはいはい、次のフリップお願いします。サイバーから一応次のちょっとレベルアップをしたくて、まあ、株式会社幕開けっていうクラウドファンディングの会社に行きましたと。で、そっからだいぶまた生活が変わりまして、キラキラライフからの、まあ、365日労働まだ行ったと。増えてる。すごいですね。それは幕開けさんっていうのはまずどういう経緯で移動されたんですか？はい、まあ、クラウドファンディングの会社なんですけど、サイバーからの子会社だったんで、社内リファラルみたいな制度があったんですね。まあ、なので普通に転職するよりも、まあ、給与形態も告げるし、まあ、なんならその面接とかもちょっとやっぱり社内バイアスというか、多少はまあ優しいというかものがあったので、まあ、それを使って行きましたと。はい、で一応入ってすぐなんか僕なんかタイミング大体そこだけはいいんですけど、転職した2ヶ月後に上場するっていう、別に知らなかったんですよ。しかももうみたいなみたいな感じで上場して、でかつすぐコロナ入っちゃったんですよ、その1、2ヶ月後に。で何が起こったかっていうと、幕開けが爆裂忙しくなったんですよ。まあ、上場で名前が売れて余計注目集まってます。まあ、中小企業で要は自分の販売チャンネル持ってないところの企業とかが幕開けにこう依頼をする中で、コロナ来ちゃってもう直接売れないぞみたいな、確かに確かに、ってなって、もう幕開けとんでもない量の依頼が来たわけですよ。で人数もまだ増やしてる最中ぐらいだったんで、もう全然もう行き渡らないし、まあ、今よりも全然多い感じで、まあ、担当してましたと。でも僕の中の大きなコロナでの変化が、飲み会がなくなったんですよ。
そのキラキラが奪われたんですよ。でしかも幕開けが結構真面目な人が多くて、同じサイバー系列なんですけど、なんか二次会ないみたいな当たり前で、でかつコロナなんでもう絶対もう無理みたいな感じだったんで断絶されたんですよ。でいやこれはちょっと生かすしかないなと。チャンスそうですね。いや何もしてこなかった感があるので、じゃあこの飲み会に使ってた時間を何かやろうというのを考えている時にできたのが内見ボーイズなんですよ。ああ、そういうことですか。そのタイミングなんですよ。幕開けオンリーで365ではないと。さすがにそうですね。幕開けに怒られちゃうんで、これだと。いろいろ問題発生する。本当に。なんでそれが2020年の6月ですね。まあでもその時は YouTube をまず伸ばして、まあ副業というかなんか収入得られたらいいよねみたいなテンションで始まったですけど、まあ、なかなか伸びなくて、それまた元カノの助言なんですけど、ちょっと伸びないっていう相談をしてたら TikTok やってみればみたいな、うんうんうん、おーみたいな、ダウンロードすらしなかったんで、まあ、一回ダウンロードして見てみたら、まあ、確かに不動産はいないなと。で、まあ、確かに短めに紹介してみたい人もしかしたらいるかもしれないなっていうところで、まあ、とりあえずやってみるかみたいな感じでやってみたところ、1回目で290万再生、すごい、超ラッキーで、なんかもう気持ちよくなっちゃってこれはもう、でもどんどん作っていって、まあ、結構何百万とかも頻繁に出て、もう今よりなんなら出やすかったので、すごい出て、まあなんでその時ただ全然不動産業界が進出してなかったんで、なんかポジション先に取れたというか、身を置いた場所が良かったので、まあ、ちょっと伸びましたと。で僕も楽しくなってたのでやっぱり頑張れるわけですよ。でも YouTube もやってるし、ショート動画もやってるし、要はそれしかも副業なわけですよっていう中で、もう土日撮影に行かなきゃ、そう不動産なんで、そうさすがに平日に行くわけにはいかないわけですよ。でも土日で、まあ、撮影なんですけど、でもそのためには予約の電話やらをうまいことをその事前にしておいたりとか、あとは編集もあるわけじゃないですか。なんで平日の夜に幕開けも結構なんか働いてたんで、そこで10時9時とか働いた後に作って、かつ TikTok ライブやってとか、あのインスタの発信投稿考えてみたいなので、マジで365日でした。どっちも離れたことはだからなかったです。すごいな。多分相良さんも同じような感じです。似てますかね。そうですね。あのすごく共感してそうですよね。そうですね。絶対一緒だと思います。懐かしさというかね。懐かしさを感じます、すごい。そう でも一応裁判の時のキラキラに近い感覚はあって、まあ、キラキラというかワクワクというか、やっぱ徐々に認知されていって、なんかこう、ね、フォロワー数も増えて、まあ、動画でね、まあ、見てくれる人も増えてとかっていうのがやっぱり活力だったんで、意外と頑張れました。なのでただ彼女とは別れました。助言くれた彼女が、あ、助言くれた彼女もだし、その後できた彼女もあのどっちも別れてますね。あ、ま、働きすぎで、まあでもそうですね、僕もそっちの元気なかったんですよ、唯一。そっちの元気、あ、まあ、そっちの元気とだけ言っておきますけど、はっきり言うとあの抱かなすぎて怒られるっていう完全そっちの元気じゃないですか。いや、そっちの元気でしたね。まあ、でもそっちにもう夢中になっちゃって、はい、夢中になっちゃってましたね。でも本当にだから遊びがほぼなかったですね、この時は。まあこれが遊びみたいな、逆に伸ばすことが。熱量変わったんですね。変わりました。つかみに行くっていう。そうですね。飲み会とか。そうだ、こっちの方が楽しいかもしれない。あ、そうですね。めちゃくちゃ働かれて、もう自身のこともやられて、なんかいいことありそうですね、やっぱり。いや、そうなんですよ。やっぱ同じような経験したので、このやっぱしゃがんだ後に、はい、こういういいことあるんだっていうちょっと驚きだったものが来まして、それが人脈大拡張です。やっぱりインフルエンサー界隈あるんですか。コロナも終わりかけてきて、交流できるようになってきたタイミングぐらいから誘われることが増えたというか、もちろんインフルエンサー界隈の飲み会とかっていうのもあったし、まあ、そっからのやっぱり派生というかもあったし、さらに言うと、まあ、これはちょっとなんかちょっといい話か分かんないですけど、じゃあ例えばまあそういう飲み会に呼ばれることも増えたんですよ。その友達からの飲み会も増えて、でなんでかなと思ったら、なんかこいつこういうことやってるよっていうのが今までよりなんか付加価値が多分高くなって、呼ばれることがすごい増えて、でなんかそしたら会えるなんかランクも、女性は耳つぶっててほしいんですけど、なんかやっぱ上がったような感じが正直、はいはい、感覚的にはあった。俺なんか前より可愛い子に出会えるぞみたいな。それやっぱり SNS のフォロワーがすごいぞこの人みたいな。何なのか分かんないですけど、だから僕も質が高いのに呼ばれるようになったというか、
何なのかはよくわかんないんですけど。でもありますよね、自分の立場だったりとか、なんかこう役割が変わることによって会える人のレベルが変わるっていう。そうですね、コミュニティについたり呼ばれてるみたいなのは、それはありますね多分。そうなんで結構抽象的に聞こえる人もいると思うんですけど、やっぱりレベルが上がるとそこもなんか引き上げてもらえるというか部分はあると思うので、例えばですけど、まあ、みんなが憧れるような TikToker とか、まあ、セクシーな女優さんとかまあグラビアモデルとかまあそういうのに出会えるようになったあし、ちょっとここだけで終わるとただチャラい人なんでし、ちょっとやっぱすごいというか、若手で頑張ってる社長さんとか、そうなんで周りのレベルがやっぱり上がっていってってなると、僕もやっぱり頑張らなきゃってなるので、やっぱ活力にもなるというか、なんでもう飲み会も行くけど頑張んないとみたいなっていうのに、なんかいいループに入った感はすごいありましたね。副業とかやってて人脈気づきたい人たくさんいると思うんですけど、はいはい、コツとかアドバイスとかありますか？コツは、いやまずしゃがむって思ってやらないと、やっぱりいきなり成果って出ないと思うんですよ。で、環境が変わっていくのって多分それなりに時間がかかると思ってて、そんなにすぐ結果は出ないもんだっていうマインドセットで、でも将来頑張ったらこうなるぞっていうのを描いて頑張った方がいいというか。なんか例えば中島さんがサイバー入った後にめちゃくちゃ働いた時とか、そういうイメージですか？はい、まあそうですね、もうそれこそ休みもなかったので、まあ、そこが後でなんか帰ってきたなっていう感覚はあるし、まあ、今もそれそのつながりというかは結構あるなっていう。副業で始められた時の話、はい、まあ、今ももちろんそうなんですけど、まあ、でも副業を始めた時からどん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 なんか変わっていきました。だから付き合う友達がどんどん変わっていきました。逆に僕、ね、なんかそこあると思ってなくて特に狙ってなかったんで、なんか気づいたらなんかあれなんかあ、そう、なんかそういえばいるなみたいな。高田さんもあります。そうですね、なんかすごいキャリアが綺麗につながったじゃないですか、うん、今の不動産から。あ、はい、確かに、最初不動産でこう仕込んでいて、はい、でサイバーでマーケティングのような思考を磨いての、はい、もうこのしゃがんで大ジャンプっていうところ、うん、はい、やっぱなんか狙ったとかはないですか？まあ、やっぱりいろいろ考えてるんですけど、はい、戦略通り、まあ戦略通りと言いたいところなんですけど、すいません全く考えてません偶然つげつが暇づいたもう超偶然ですね。ドヤ顔で本当は言いたいんですよ。で人脈形成のためにしゃがみ込んでたとか、チラシ巻いてたとか全然違いますね何にも考えてないなんで、まあ、結果的に正解にできたって感じですね。はい、悩みの中にいる人も救われるかもしれないですね。そうですね、うん、そうですね、将来つながるかもしれないっていうのがあるんで、うん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 、まあでもそれこそ良かったなと思うのは、伸びない時期も常に考えはやめなかったかなっていう、はい、だその YouTube 伸びない時期に諦めることも多分結構できたんですよ、はい、でバカクソ忙しいのに100再生しか回んねえみたいな何それみたいなとかもあったんで、まあそういう意味では諦めなかったというか、諦めないで勝ちにしたみたいな感じ。まあ、でもやっぱ他のゲストの方を見てもこういう突き抜けた成果を出す方って一定の期間で死ぬほどコミットしてシンクスですよ。やっぱり1回じゃなくて2回3回何かあるっていう印象はすごいありますね。ありますね。僕らは多分特にそんな綺麗なあれじゃないというか、多分一番積んでる側だと思いますおそらくだってまだ来るんですよこの後マイナスまだ来ますからね。確かに。すごい大ジャンプをしてグラフ上がってますけれども、うん、はい、はい、最後のフリップお願いします。はい、久しぶりにマイナスに入ります。大創業もめです。大創業もめ、これはどういうことですか？アカウントが徐々に伸びていって、まあ、僕はもうなんかいつしか独立したくなっていたんですよ。幕開けにいるけどってことですか？そうですね、もうやっぱり自分のなんか事業を作っていくことがすごく楽しくて、なんかまあ、そもそも不動産なんてやるつもりなかったので、やっぱそういうふうに作っていくことがリスクよりもすごい好きで、でなった時にその時の仲間、まあ、もう今はもういないんですけど、起業しようっていうふうに、まあ、僕が言い出して、あんまり乗り気じゃなかったんですけど、それで、あ、そうです、複数人でやられてるんですか？一応3人いて、まあ、1人、まあ、2人でじゃやることになった。あ、でやることになって、幕開けにもちゃんと筋通して2022年の1月に辞めたんですよ。ただポイントなのが、もう一人は辞めてなかったです。まだ、あ、そうなんですね、まだっていうか今もいます多分。なんですけど、なんで僕だけ辞めてる状態だとちょっと覚えておいてください、はい、でその中で要は僕だけフルコミットでやるので、なんか事務所一応もう借りてやりだしたんですけど、ずっと一人なわけですよ、いろいろ仕事をするのも。なんで、まあ、やっぱりいろいろ考えることはまた考えるタイミングが来たんですよ。
という中で、なんか今までというかやってる中でやっぱ気になってる部分があったんですよ。要は仲睦まじくずっとやってるというかは、程よく議論というかすれ違う部分は結構あって、まあ、なのでなんかこれってどうなんだろうみたいなのをかなり思ったんですよ。でなんかそのまま続けた時に俺は本当に後悔しないのかなみたいなことを考えて、結論やめて1ヶ月後ぐらいなんですけど、別々にやることにしようみたいな。で僕が決断したんですよ。その時に2事業あったので、そこをまあ分割できたり、まあ、またはやりたくないんだったら、まあ、僕が買うなり、まあなんか、まあ、まだ株に要は価値なんて創業当時はないんで、まあ、どっちかかなとかっていうふうに僕は思ってたんですけど、まあ、そこで話し合いをしたんですよ。そうですね、ざっくり言うと、まあ、話決裂して、で僕はでも前に進まないと仕事もう辞めてるんで、もう弁護士入れて入れたんですよ。もうこのままだと拉致が開かないというところで弁護士入れて、ああだこうだちょっとやってもらって、まあ、とりあえず自分のねお金を作りに行かないとっていうので動いていたんですけど、まあ、それで全然話進まなくて3月になって、で3月にああいややっとお金入ってくるわみたいな、ああ危ない危ないみたいな感じでいたら、俺も3時だけど入ってこないなみたいな、やったなみたいなで何のか売り上げが、あ、まあ売り上げです。まあ、クライアントから振り込まれるように入ってこなくて、で会計回り任してたんで、そのクライアントに電話してみたら、なんか この方からなんか口座が変わったみたいなので来て振り込んでますみたいな、ああありがとうございます。でもその時はね当たり障りないようにやったんですけど、その時にただ僕が唯一良かったのが、あ、内見守らなきゃと思ってパスワード変えたんですよ、みんなで入れたから。そこだけ全部バッて変えて、そしたらまあ振り込みは全部もうそっちに行っちゃってたんですけど、アカウントは守れて、あとはまあもう一個の仕事用の赤も持っていかれちゃいましたけど、でもまあそっからもまだ揉めるんですけど、僕その時に一番嫌だったのがお金、まあもちろん嫌だったんですけど、幕開け経由で顧客紹介してもらっての仕事だったんですよ。でもそのお客さんに自分の利益をこう守るための嘘をついて、ちょっと怪しいじゃないですか、って法人口座から個人口座になるんですよ。普通に考えて怪しいじゃないですか。それをやっちゃうって普通に僕の中ではありえないなと思っちゃって、幕開けにそれでなんかトラブルを起こして、だから上場してる企業なんで、そうなったらどうすんのとか、まあ、要はそういう義理がないところが僕は許せなくて、多分人生で一番ぐらいにブチ切れたんですよ。地獄まで落とすぞみたいなって気持ちになったんですけど、いやちょっと待てよと、もう一人の僕が、お前今せっかくそいつと離れられるというか、僕が要はずっとフロントで内見ボーイズやってたので、なんか出会う人が要は僕だけ変わってたんですよ、めちゃくちゃ。だから僕の要は出会う人のレベルが3段階があったとしたら、彼はそのままみたいな、ってなった時に、せっかく上がったものをお前ここまで降りて攻撃して泥沼になってどうすんだみたいな。で確かにそういうズルを働いちゃうやつが何してくれるなんて分かんないじゃないですか、正直。まあ確かにそうだなとまあ自分なんですけどね、今忘れてたと思いますけどで連帯いましたね完全にで、まあとどまって、じゃあ俺ができるじゃあ最大の攻撃というか復讐は何だみたいな考えた時に、あ、もうこれ一つしかないみたいな、俺が大成功することだ感じで切り替えられて、それでもうすぐにもう法人作るぞっつって切り替えて、だから今株式会社内見ボーイズっていう会社名なんですけど、2022年の6月にできてるんですけど、その前に1個会社が、まあ、でも休眠してるんですけど、弁護士費用とかも入れるともうマイナス400万ぐらい、うわそうっていうスタートから、うわ実はこれ初めて言いました。あ、そうなんですか。一緒にやる難しさというか。そうですね。まあ僕が分かってなかったっていうか、まあ反省してます正直言うと。創業で大事なところってやっぱりいかに同じところを向けるかっていうところだとは思うので、まあそこが自分でもはっきりしてなかったし、それに向いてないのに人生もできてなかったっていうところなんで、まあぶっちゃけ自分のせいです。でも辛いですね。こう起業して売り上げ立たないとかっていうのはまああると思うんですけど、それどころではない。それどころではなかったですね。マイナスからなんでね。でも当初はお互い信頼してやってる関係でもあったんですか。まあ一応。今も元はなんでだろうって感じですからまあでも僕それこそ途中までというか、まあそう割り切ったものの、多分最初の1年とかは多分あったらマジにぶっ飛ばしたくないそうだなと思ってたんですけど、今は多分大丈夫です。あ、そうですね。もう頑張れよって多分言えます。なんでそこでこう過ちを犯さずにこう己の会社を伸ばすのってことに言ってたんですかねやっぱりもう一人の僕がいやでも僕でもこれ結構使うんですよ。
もう一人の僕というかは、すごい社長になっているであろう俺っていう謎の設定。面白い。で、設定してるんですよ、実は。これ、ダルビッシュと同じです。え、あ、そうなんですか。ダルビッシュも入団プロして、はい、最初未成年喫煙とかで一回も。ああ、はいはい、確かに、ありました、ね。で、もう全然振らない一軍半みたいなピッチャー次に、うんうん、なんか10年後にダメだった自分がこう語りかけてくるっつって覚醒した。でもなんか似たようなって、別に本当にそれ知らなかったんですけど、それこそ僕別に経営者の経験もなければ、なんならマネジメント経験も別にそんなにめちゃくちゃあったわけじゃないわけですよ。なんのに急に、まあ要は完全に一人で社長になって徐々に人を集めてみたいな感じだったんで、自分に作るしかなかったんですよ、もはや。じゃあこれがもし大社長だったとしたらどういう判断するみたいなので、なんか乗り切れましたね。そこから会社はどういった形に。会社は、まあ、今まだ2期途中ですけど、250% ぐらいかな、多分。わー、すごい。では一応来ていて、5年後ちょっと100億目指したいっていうのを言ってるので。社員数を今も抱えられてる。そうですね、まあ、本当にそれこそ1回2022年6月に1人になってるんですけど、今一応、まあ、来月入ってくることが含めると13。ああ、すごい。大台を超えて10人超えて。そうですね。まあ、ようやく会社としてちゃんとなってきたかな。で、まだまだやることはたくさんあるし、頑張りたいなみたいな感じですね。はい。仲間選びとか、やっぱチーム作るって意識することがあるんですか。そうですね、これはでもサイバーのイズム、ちょっとすみません、嫌いかもしれないですけど。もう大丈夫。あ、大丈夫ですね。あ、はい、サイバーの時のがすごい根付いてて、やっぱり、あ、サイバーというか、サイバーの時とその僕の失敗が紐づいてて、人のために頑張れるようないいやつを取れば、やっぱりそいつも成長するために頑張るし、僕が目指しているものはやっぱそういうところだなと思ったんで、まあ素直でいいやつみたいな、これはでも本当に根付いてますね。まあその上で、ね、どういう特色があるとか、どういう目標で出てるとかって、まあ聞けばなんとなく分かるんで、はい、そこですね、もう今の入社条件では。まあ、そこで学んだことが自分の会社経営にもこう少し出てるという。そうですね、まあ、なんなら今のそのうちの特色として、やっぱりお客様をやっぱ幸せにするっていうところが根源にあって、その上でたくさんヒアリングして、やっぱ情報を引っ張り出してあげて、その上で一番良いものを提案してあげるとかっていうところがあったりするので、やっぱ本当にお客様を思いやれないと、なんか浅はかな質問になったりしちゃうじゃないですか。まあ、そういうところはもう根本必要かなっていう。サイバーに転職した頃はまだ年収を半分に下げて、とりあえず転職したいみたいなところから。あ、でもそうですね。気づいたら自分で会社やってるっていうのは、もちろん描いてたわけじゃないですもんね。え、僕全く起業したいとかなかったんで。起業したいもなかったんで。全く考えたこともなかったです。初めて考えたのが32歳です。あ、そうなんですね。今の年齢は。今34です。あ、そうなんですね。なんで全然なかったですね。じゃあすみません、最後なんですけど、特集チャンネル、やっぱり20代から、まあ、30代前半の方がよく見てらして、はい、あのキャリアに悩む方も多いと思うんですけど、ぜひあのアドバイスを最後いただけますか。なるほど、はい、まあそうですね、僕が気をつけてることでもあるんですけど、多分みんなに共通するかなと思ってて、一つ目は他責だけは絶対ダメで、二つ目が、まあ、勝つまでやり続けて正解にしちゃえっていう、この二つです。割と泥臭いかっこいいタイプじゃないんでごめんなさいなんですけど、まあ、一応説明すると、他責、まあ、よく聞く言葉かなと思うんですけど、まあ、何かがあって、僕もだから辛いことなんて死ぬほどあった中で、でもそこで僕が良かったなと我ながら思うのは、その時に何かを一応学び取って、一応次につなげてるというか、それこそ会社作り直した時とかも、だから僕はもう相手のせいだとも思ってなくて、でも僕が選ぶ能力がなかったし、決断ができてなかったし、まあ、だから僕が悪いと思うんですよ、そもそも。なのでそこをやっぱ他責にしてたら、多分今ここにいないと思います。2年の差だけど、おそらく多分下に行ってたんじゃないかなって思うし、なんかそういう悪いことも全部受け取り方次第じゃないかなと思うので、自分ごとで考えて何かを学び取って前に進めば、まあ、なんかあると思うので、まあ、絶対これだけ徹底してほしいなっていうのがまず一つ。チラシの軍隊作る時も会社のせいって言葉は一回も出てるんですよね。ああ、確かに言ってなかったわ。夜タクシーで帰ってても会社のせいっては一回も出てないですよね。そうですね、確かに、はい、心から思ってるんですよね。そうですね、なんかそうやると辛いって思う人とか、なんかそんなん誰でもできないと思ってる人は、そこもマインドセットで、そうやると後で自分にかなんか返ってくるぞっていうのが僕思ってるんですよ、本気で。もう一人の僕が大事だな。いや、そう、もう一人の僕はやっぱ常にお前それ今ジャンプアップチャンスだよぞみたいな、なんで向き合いましょうとってことですね。で、2個目が、まあ、勝つまでやり続けて正解にしちまえというところなんですけど、それこそ僕なんて全然器用でもないし、そう、なんかすぐ成果出しちゃう人とかいるじゃないですか。
もうずっと指くわえて見てたタイプです、どっちかというと。なんで羨ましかったですけど、やっぱそこでやめないというか、だから YouTube も全然うまくいかなかったですけど、まあ、今一応結果としては11枚いるんですよ。まあショートで伸びただけなんでちょっと堂々と言えないんですけど、まあ、でも結局は勝つまで粘ったというか、じゃあ YouTube のロングうまくいかないから、じゃあなんかないか、じゃあショートやってみよう、でまあそこで当たってとか、でそこもまあ今だったら遅いかもしれないですけど、まあ早めに行動してなんとか動いて正解にしてるみたいなところもありますし、もうとにかくとりあえずね、会社作り直して なんとか正解にしたみたいなところもぶっちゃけあるし、なんかでもまずやって、まあ、だからやって行動してが入りますね。やっぱ行動を起こしてとりあえず勝つまでやってみるよと。でもここでなんか気をつけてほしいのが、なんか同じことをずっとやらなきゃっていうわけでもないと思って、ちゃんと別にピボットすることも逃げではないし、勝つためのピボットというかは全然ありだと思うので、とにかく勝つまでやりゃ勝ちでしょっていう。どうでしたか？好きになりました。あ、やった、ついに。最初で偏見に始まった。確かに徐々に表情が柔らかくなる。こっちから見ても。確かにそうですね。来月からお世話になります。来てくれますよ。ちょっとサスケはもういいかな。もう一人もお母さん来てる。僕が受け止めるので。いや、彼はスタイルあるかもしれない。あ、それもありますよ。ちょっと学歴高すぎて無理みたいな。逆差別。いや、はい、じゃあせっかくなんで宣伝の方もお願いします。はい、本日はありがとうございます。ありがとうございました。はい、僕ら不動産仲介会社として株式会社内見ボーイズとしてやってます。で、渋谷に会社あるんですけど、もう僕が言えるのは、どこの不動産仲介会社よりお客様のために動ける人しか集めてないし、もうそのサービスがより良くなるように常々考えてやってます。なので、まあ、特に売買とか最初に90分ヒアリングしたりとかで、もう皆さんの需要を洗い出してより良いものを探したりとかっていうのをやってるので、まあ、満足いくお部屋探しというか、物件購入とか売却とかできると思うので、まあ、ぜひ頼っていただけると嬉しいなと思います。で、あと絶賛僕らも伸び段階なので、採用募集もしています。まあ、さっき言ったように素直でいいやつ。で、別に今未経験ですとかっていうのはあんまり気にしないので、とにかくそういう不動産業界を変えていくのが面白そうとか、お客さんのために頑張りたいんだみたいな人はぜひうちに来たら多分楽しい人生を送れると思うので、ぜひ応募待ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。メアの方にリンクございます、うん、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。まあ中島さんの名言ありましたが、もう一人の僕持つとやっぱり人生好転するっていうことだとは思うんですけど、やっぱりもう一人の僕持つの難しいと思うんで、人に相談したいよっていう方は特集なんと無料でキャリア相談やっているんで、ぜひ概要欄から登録して LINE から応募してみてください。お願いします。そうですね。まあ、もう一人の僕もわがままな可能性ありますからね。あ、そうですね。両方甘えてた。意味な。めちゃくちゃ意味な。両方、キラキラの可能性もあるんで。と客観的にキャリアの悩みもそうですし、まあ、どういう選択肢があるかとか、どうやって転職実現するかみたいな話を登っておりますので、ぜひ概要欄からご応募くださいませ。このトレファー、まだ相談するのちょっと早いかなっていう方に関しては、市場価値診断っていうのもやっておりますので、そちらの2つ目のリンクからぜひご登録ください。簡単なアンケート回答後に限定動画見ることができますので、まあ、ぜひ登録してください。お願いします。お願いします。それでは最後まで皆さんお付き合いありがとうございました。バイバイ。ありがとうございます。サイバー好きです。今回、視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。大手からベンチャーまで幅広く300名以上支援実績のある優秀なコーチングスタッフが担当いたします。20代から30代で転職に挑戦してみたい皆様が対象になっております。転職活動の進め方がわからない、現職にモヤモヤしている、転職に興味あるんだけど自分のスキルに自信がない、このチャンネルに出てくるゲストみたいなキャリアが歩みたい、こういった思いや悩みを抱えている皆様はぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。